で身体検査をサッとします。まあ、あの一般状態は、はい、落ち着いてはい、歩き方もまあ、はい、しっかりして、はい、38度8です。興奮してる割にはまあ平熱、はい、はい、ごめんね、顔見して若干右目が、入ればいいの、大丈夫してるからかな。なんかちょっと赤いですね。家ではここまで赤くないですかね。赤くないんですよね。宮にいてさ、右の方が多いとかそういうことはない。若干ついてはいるけど、朝一は。そういうことではないと思うんですけど。まあ、大体こんな感じです。ササミが20年に帯状かぼちゃがずっと、はい、お豆腐は35、はい、こういう感じでずっと来てるわけですね。はい、運気すごいですね。これ3回、4回転してもあれですね。そうなんです。いいことですよ。あの繊維もちょっと多いね、まあ、満たされてきて。はい、じゃあね、採血しますんでね、はい、すいません。じゃあまたね、はい、散布の時でもさ、レントゲンとか心電図も取った方がいいと思います。あ、でもそれはちょっと暑かった時にやった方がいいんで、はい、今見てたら1年ぐらい前なんですよ、ね、はい、写真撮ってるのが、あとは心電図とかね、はい、まあ、今日は採血だけしますね、はい、すいません、ちょっと待ち合いでお待ちください、はい、すいません、おっし